俺ね、インターネット経歴が1998年から言うと何年や。23年ぐらいあります。2020年か。22年か。22、3年あります。それで、まあ、あとは、あの前の見てください。それを言いたくて。それで、本がね、ああいう本がね、アフリエイトとかいろんな本がそこに、100冊あるけど、100冊、400冊、1000冊は読んでますわ。それで、勉強時間が計算したら、10年で、1日5時間にしてね、3万時間。ね、すごいでしょ。1万時間でだいたい大富豪で、だそうですわ。3万時間。歩いた距離が10年間で5000キロ。なぜか言うと、月5回何倍行くんですわ。約5キロですね。ここ25、計算してください。それで、与沢のね、与沢先生のこと、ものすごいためになりますわ。あの人言ってました。24時間以内にね。例えば今、心の頭入っとるけど、それ、意外とせんでまた明日って言うとんですわ。それダメ。すぐせんせんと忘れる。それでね、この間ノート3冊出したんですわ。今回の言い分は、インターネット経歴23年。だからそういう人物ちょっとおりませんよ。で、ドドタイにも銀行口座書いて振ったけどね、いつ振り込むかわからんけど、まあ当てにならんけどね。なんか変なこと言ってますわ。わけのわからんこと。もう一回見てくださいとか言って。まあ、ブロックはしません。金、あれしてたらね、一つブロックせんかったら、また振り込みいつかあるでしょ。ずっと10億円やっとるから。あの人はもう上上がれない。あのまま。だからね、その文章書かなかった。私がおごまじょうな時、世話してあげますって、それは書かなかった。まあ、書いたらね、一回子供じゃないけど、口出したら終わりって子供が言ってましたわ。大したもんです、その子供。人間は見かけですね。私はああいう赤い服着てね、今日行って、片やおじいさんがね、同じような年で、三輪車やね、車椅子乗ってね、そんだけ差があるんですよ。ほいで今日ね、薬取り行ったけど、ちょっとお湯を借りて、コーヒーと、今ね、魚と赤魚とね、アサリとね、ちょっと腹いっぱいが肉が食わんで、すき焼きの準備して、明日食いますわ。お腹もいっぱい、タバコも買ったし、ね、卵も4個生で飲んだし。あれ栄養なんですよ。卵欲しいでね、卵4個飲みました、ローソンの前で。おいでね、前セブンイレブンでね、こじきじった中学生ぐらいの子なんですわ。多分あの調子で行くと、ああいうこと言う人間は、もう答えは分かってます。工場労働者。40の中で国間国間やってます。自分がこじき。自分がこじき。ほいでね、変なやつをね、岸の頭でね、じーっとしとったらね、英語機でじっとおったらね、ビール飲んだバーカーって子供が言うんですよ。まだ印象のことなの。変な顔してね、不細工な顔して。もうあの子もあれ、社会人になったんちゃうかな。まだか。アホに物言うとも始まらんな。自分らじゃないですよ。そういう人間ね。自分らは賢いです。まあそういうことで、インターネット経歴。それとまだあったわけだけど、一回切る。ファイルがどうのこうの。